グループセブは、フランスリオン近郊のエイケリーに本社を置く、世界有数の調理器具、家電メーカーグループ。タハル、レイガースティナ、ムーリネックス、クラップス、ローエンタ、オールクラット等のグローバルブランドを有している。八百五十七年にアントワン・レスキューが、フランスブルゴーニュ地方、セロンチェに、セブ社の前身を設立、プレス加工会社へと発展し1944年に、 セブ社が誕生した。1953年に安全弁付きのプレス成形圧力鍋を世界で初めて発売するなど、調理器具メーカーとして成長。ティファールをはじめとするミッションを共有する調理器具、家電メーカーを傘下に収め、1972年にイギリス及びアメリカ合衆国に進出、1973年にグループセブの組織形態となり、 1975年に株式公開企業となり、また日本に進出した。1990年代以降、カナダブラジルや中国などグローバル展開を加速させ、2005年にイタリアのラゴスティーナを買収。現在はグループセブとして世界各地で国、地域ごとに異なるブランド展開を行っている。ティファールのロゴティファールは1956年に フランスで設立された世界で初めてこびりつかないフライパンを発売した企業。1968年にグループセブに買収された。フランス人技師のマーク・グレゴリーが趣味の釣り道具を合成樹脂でコーティングすることによって滑りやすくした自らのアイデアをヒントにフッ素樹脂加工を施したこびりつかないアルミニウム製フライパンを発明し企業した。社名は テフロンとアルミニウムを組み合わせた造語である。1989年に世界初のコードレス電気ケトルを発売した。現在はグループセブのブランドの一つとして世界各地で親しまれている。国や地域によってタファル、ティファールと異なるブランドロゴで展開されている。取っ手の取れるティファール、日本法人は株式会社グループセブジャパン。 1975年にセブインターナショナルと名和産業の合弁によりセブジャパンとして設立。圧力鍋やフライパンなどの調理器具の販売を開始。1997年に現在の社名変更。1998年にブランド名をセブからティファールに変更。同年に取っ手の取れるティファールを発売。爆発的なヒットとなった。 2001年には保温機能を省いた電気ケトルを発売してヒットさせた。日本では現在、ティファール、ラゴスティーナ、ベーム F ブランドを展開し、スチームクッカーやミキサーなどの調理家電、スチームアイロンや掃除機など、家庭用品を幅広く展開している。ありがとうございます。